私は皆様の担当試験官、レロローと申します。な、試験官ということは、ランカー？ええ、そうです。思ったよりも通過者が多いので、ちょっと間引かせてもらいますね。間引き？その通り。神の水は塔の力の源。我々が呼吸できるのもこの水のおかげ。塔の中では皆この水を使い戦う。神の水の力に屈せず、この壁を通れたチームはテスト合格、それ以外は不合格。チームだって？じゃあ一人でも通れなかった場合は？脱落です。めちゃくちゃだ！塔を登るために最も必要なもの、それは運です。優れた体と頭脳に生まれてくる運、財産。あの程度の濃度の神の水ならば場には軽く倒れるだろう。問題は夜か。僕なぜか跳ね飛ばされなくてごめんなさい。今外に出ます。いえ、あなたは合格です。え？手違いかもしれないですが、それもまた運です。なんだって！さすが俺の黒い亀だ。手違いなんてありえない。隣にいた俺とワニが飛ばされたのに。怪物が来たな。暇つぶしに賭けをしませんか？え？誰が最初に神の水の壁をすり抜けてくるかを当てるんです。もし当てたら、どんな質問にもお答えしますよ。本当ですか？ええ、私が勝ったら、ヨルさんも質問に答えてください。はい。どなたにしましょうかね。この賭け、勝ちたい。ラヘルを探すために。じゃあ、私は、ボブヘアの子で。あの緑の子にします。あれ、一緒ですね。あの子を選ぶ理由でも？直感です。マジかよ。え？引き分けですね。はい。ですが、ランカー相手に引き分けとはあっぱれ。ヨルさんの質問にお答えしましょう。本当ですか？金髪でそばかすの女の子を見てませんか？いいえ。そうですか。なっ、何を。他の奴らのお手並み拝見といこうぜ。あなたのような低レベルな人間がいるからこんなテストが必要なのよ。はあ？いい？この塔は私のような選ばれた女性が。選ばれた？なぜかしら。おかしい、おかしいわね。このバカに負けてたまるか。うるさい、このおっさんが黙ってない。あ？え？つまりヘドン様に選別されず、自らの力で塔に入り込んだ人間が非選別者なのです。こんなテストに通過できないからって脱落だと。あいつ知り合いか？忘れて。納得できねえ。俺の方がよっぽど強いのに。ランカーだろうが、お前くらい簡単に撃ち殺せ。殺されに来たか。最後の慈悲ですよ。ああ、神の水に限界がねえ。その力で不老不死にも無限の力も手に入る。その力に耐えられるならばね。この神の水の濃度は30回より上では日常的に耐えねばならないものです。これが日常？
あなたの強さも努力も否定しません。ただあなたは選ばれなかった、それだけです。俺は全部全部捨ててきた。戻ったって何もないんだ。まったく神は残酷ですね。どうされましたか。僕に塔を登る資格があるんでしょうか。なければ立ち止まる時が来る。あなたが望んだ居場所にあなたが求めるものがありますように。そろそろ行くか。だな。どうした青い髪。うっせえよ。夜クンさん、ラークさん、またお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。それとクンさんとはあまり親しくならない方がいい。え？うわあ！えぐい！頂上まで駆け抜けるよ。イエーイ。うるさい。